Thank you.
したぜ。最後の試練は最も過酷なものとなろう。命の保証などないが、依存はないか。当たり前だろ。極光術を得ることがエターニアを救う最後の可能性なんだ。そのためにレイスは命を犠牲にした。アレンデ王女も全ての尊厳を投げ打って俺たちにかけてくれたんだ。今さら引き返せねえよ。真の極光を得るのは容易なことではない。たとえお前が試練に挫折しようとも、誰もお前を責めることはないだろう。よしてくれ。俺自身が生きたいんだ。大切な人たちにも生きててほしいんだ。だからそのために自分ができることをやる。それだけだ。よかろう。バテンカイトスを漂う魂となって真なる事象に触れるのだ。さすれ。さあ行け。見送ってやろう。Thank you.
イブ、グレイブ、パークウェイ、よくぞ試練に耐えたな。終わったのか。そうだ、お前はセイファートの第三の試練を乗り越えた。ここにお前を真の極光術の使い手と認め、極光派を授けよう。教えてくれ、極光術って一体何なんだ。あんな悲しい過去を俺に見せて一体何の意味があるんだ。真の極光術は人と精霊が真に一体となることで生まれる技だ。
だが奨励は水晶のように澄んだ心としか交渉を持たない。ゆえに真の極光術の使い手には物事の本質を見抜き理解する力が必要なのだ。理解する力か。今回の試練で俺はシゼルを知った。あいつの痛みを感じた。俺にもあいつにもそれぞれの正義があるって分かった。戦いをやめろってことなのか。なすべきをなすのだ。これからは自分の目で見たものを信じ、自分で選び取った道へと進め。たとえそれがセイファートに背くことになってもだ。いいのか？セイファートの使者がそんなこと言って。それがセイファートの教えなのだ。わかった。あんたを信じるよ。ならば進むがよい。そしてリッド、大切な人を守るのだ。